チャンネルクララをご覧の皆様こんばんは、対談番組の、後編旧国のアーカイブ、鞍馬満著、こちらについて今度は、題材にしてですねお話をしていきたいと思うんですが、はい、もうお互いの本を褒め合おうという企画で始まったのに、ね、なんかお互いの怒りのボルテージが暴走して最後力技で教養番組っぽく締めるみたいななんか昔ありましたね、週刊褒め殺しとかってちなみにあの褒め殺しの本場は香川県ですからね。あ、そうなんですね。日本公民党の本場は高松市です。そっかそっか、大川淳也さんの選挙区ですよ、なぜ平井卓也と言わないみたいな本当になんか時事報道みたいな本当にね、なんかいや、こういうのいいかなと思って、はい、内藤先生ならね、はい、いやいや、はい、ちゃんと頭反ってもらいけないですね。いやいやいや、あの元左翼と名乗って、うん、で、こちらね、旧国のアーカイブなんですけれども、はい、あのまあ、すでにもうあの何度かこの番組でもクララでもあの取り上げられてるんです。さて、言われてないところをどこを探そうかと考えたんですが、うん、まあ、これ逆に番組では言われてないんですけど、鞍馬先生常々言われてることの一つに、うん、あの財務省は何が強いのかと、うん、いうことですよね。でもちろん予算と人事ということもあるんですが、うん、それ以上にやっぱりあの公文書、うん、つまりその今までのそのいきさつを全部その頭の中し記録を取って記録を取っていて、で例えばなぜここにこう予算がついているのかということを例えば何十年もわたって遡って言うから、だからこれはこうこうこうなんですよ、うん、でこれを変えるにはこうこうここがこう変わりますよということが即座にこう出てくると、うん、だから例えてみると言ってみればその冷え枝のあれみたいな人間があの、まあ、小型版みたいなのも何十人もいて、何か言われるとこれはこうこうこうでこうでということが、まあ、過去あの、まあ、少なくとも戦後のある時期以降のものは全部、うん、少なくとも平成後のものは全部頭に入っていて、うん、それとっさに出てきてそこでそのやるから、なかなかその今日昨日今日出てきた人間かなわないよねということなんですね。でただ、うん、冷え枝のあれを個人の能力にするのは無理なんで、それを制度化しようというのが、うん、まあ、アーカイブだというそういうことですね。ことですね。いや、だから本当大蔵省って私松方正義という人には常々批判的なんですけど、まあ、総理大臣として2回ともやらかしたんで、ただ大蔵大臣としてはあの時代ではまあ松方デフレって、まあ、ね、まあ、評価ね、あのするのかと言われるんですけど、まあ、優秀な面は多々って、うんうん、まあ、そもそも日本銀行を作ったのは松方ですね、そうですよね、とかいろいろ功績はあって、うん、で、まあ、これは否定できない功績の一つがアーカイブ、うん、松方正義が明治18年内閣制度ができて、うん、まあ、それまで18年間36回ぐらい橋元行革みたいなことをやってて、うん、もう明治維新の改革が内閣制度ができて一息ついた時に、じゃあ仕事が落ち着いたんで、うん、公文書規則作って、うん、今でいうアーカイブをやりましょうかってやってたんで、大蔵省っていうのは、うん、そのアーカイブ先進官庁で、うん、それを仕事で使ってるんですね、うん、問題はそれがあの政府全体に行き渡らなかったり、いきさつもこちら書いておいたんですけれども、ね、ということなんですよね。やっぱりあのアーカイブっていうのは今公文、まあ、公文書ってパワーワードみたいになってて、うん、やっぱり国会議員の先生とか秘書の人たちとあの回ってると公文書ってみんな関心あるんですよね、うん、でもテンプレになっててなんか政権批判のバッシングの道具みたいになってるんですけど、実はアーカイブ公文書管理ってちゃんとやると真面目に働きたい人を守る武器にもなるし、うん、仕事がしやすいんですよ、うん、いや、そうですよ。で民間人、うん、民間でもこれ全然応用効くじゃん、うんうんうん、っていうことをいろんな感想をいただいております。だから結局ね、何でもそうなんですけど、あの、うん、人間はパッととっさに思いついて何かやるっていうんじゃなくて、やっぱり組織として動くのは、うん、今までのいきさつとか過去の先例ってのはこれやっぱり大事なんですよ、うん、でそれやっぱり無視した上では成り立たないですからね、うん、でその放置先例を個人技で誰かな、冷え枝のあれみたいに頭で入れてるのを、まあ、天武天皇が吐き出せってやらせたわけじゃないですか。で今それが逆に例えばそのなんだろう、ハードとしての環境はすごいやりやすくなってるじゃないですか、うん、それこそデジタル化して公文書なんか全部やっちゃって検索かければ、うん、あの誰でもバーッとできるわけですよね。ちなみに旧国シンクタンクでもやってますよ、はい、うん、だからあの昔って紙を保存するの大変だったから捨てるっていう技術が必要なんですけど、うん、そうそう、今って捨てるってほぼいらない、いらないはずですよね、うん、だからちなみにそれ分かってくれてるのは橋本徹さんで結構言ってますね、うんうん、このデジタルアーカイブの時代に捨てるなんてありえないだろうと、うんうん、で少なくともね、別にプリントアウトしたものじゃなくてデータとしてはどん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 残せばいいわけで、はい、であとはだからあのただね、これがやっぱり日本の公文書のあのまあ、役人の人たちの劣化なのか、あるいは役人の人たちは劣化してないんだけれども、あの社会 の, そのなんかあの非常に孤従とかというか、うん、それが進んできたというところがあのネガティブな方に働いちゃいましたよね、うん、つまり
公文書を文書公開法ができちゃったんで文書公開しなきゃいけないんで、うん、そこで責められると嫌だからそもそも残さないっていうネガティブな方向に、まあそれ数日期でもう極端な事態が起きたっていうことを書いてあるんで、まあそれは本で確認していただきたいんですけど、私常々思うんですけど、なんで現在進行形の話を公開しなきゃいけないのかなって、情報公開法おかしいんじゃないかな。そうなんですよ。だから例えばその20年とか30年、アメリカ25年です、アメリカは30年ぐらいですかね、25年どっかの国であったと思います。まあでも25年とか30年、20から30、そうですよ、要は一世代ってことですよ。で一世代あった時に公開をして、うんうん、その公開記録に残っていることについては少なくともそのこと、その内容そのものでその責任を問われることはないっていう担保してあげないと、怖くて逆にその役人の側からすると残せないですよね。だからその残せないことのそのダメージというか損失がどれだけ大きいかっていうことが分かってなくて、あの何でもかんでもルール通りやるんだからっていうこと、杓子定規、悪い意味での杓子定規になったら人間そんなんで動きませんから、うん、やっぱり公文書を残すんだと、そのためにはここに記録をしたことは30年間黙っといてあげるから本当のことを書いてねっていうふうにしないと、うん、やっぱりそれは生きないですよね。今みたいにそのすぐ出せ、これでお前がこんなこと言ったからこんな失敗したんじゃないかと責め立てられたら、それは僕は別に役人をかばうつもりはないけれども、彼らだって人間だから、そしたら誰だってその言わなくなるし、その残さなくなるし、うん、あの残せ残せと言っといて残さない方に誘導しているようにしか見えないですよね、結果的に。だから怖くて残せないから、怖くて残せないようになって、それこそあの口頭決裁、そうですよね、みたいなことが、まあいや、あの検察官の話の口頭決裁論外で、そんな大事なこと口頭決裁でやっちゃダメだろうと。だからそれをさせないためにも、うん、一応記録には残せと、でその残したことによって責任は少なくともその時効になるまで追及、そのことについては責任は追及しないからと、うん、ただまあ歴史家がね、後できちんと歴史的に検証してこれは間違いさということは言えばいいんだけどもっていう、うん、そこなんですよね。だそのアーカイブっていうのはその現用じゃなくなった歴史資料をやるものがアーカイブで、現用のものはレコードマネージメントって言われるんですけど、そうそうそう、まあそれ不利一体なんですけど、でレコードマネージメントであの文書のことを何て言うかというと証拠っていうんですよね、うん、でこの人はこういうつもりでやりましたよって、うんうん、もしかしたら口実される証拠になるかもしれないけれども弁護される証拠でもあるっていう意味で残せばいいんですよ、うん、そうなんですよ、自分はそういうつもりだったと。でそれでやっぱりそれやっぱり弁明の機会をね与える歴史に対して、歴史に対してね必要ですからね。だからその辺がねやっぱりとにかくあのネットでも何でもそうですけど、ちょっとその偏見節句を上げつらってをすぐ攻撃するというカルチャーがどうもなんかその強くなってきちゃうと、やっぱり文書残しじゃなくなってるんで、それがね、うん、ちょっとあのこの本に書いてない面白い話を、いやいくらでもネタあるんで、はい、あのちょっと思い出したんで言いますけど、内田康也というです、ね、はい、オーストリア公使がおりまして、はい、当時の外務大臣は小村哲太郎という人なんです、はい、でレジナルド・ワイオン一件っていう、レジナルド・ワイオンっていくらもの知りの内藤先生でも知らないと思うんですけど、はい、です、ですよね、あの当時のオーストリア公使館が雇ってた情報員らしい、スパイですね。でこいつ使えないんでクビにしていいですかって内田が小村のところに行ってきて、小村が返事してないところで終わる、うんうんうん、もうそれ編纂者の意図が明らかですよね、うんうんうん、というふうにどういうつもりで仕事で、ちなみにそれってレジナルド・ワイオン一件ってそんなに分厚いものじゃなくて薄いファイルなんですよ、菩薩っていうんですけどね、ええ、薄い菩薩なんですけど、小村と内田のやり取りがずっと残ってて、まあ内田康也がどんな優秀だったか無能だったかっていうことが検証できるんですよね、うん、その一時でもって。ちなみに内田康也で言えばですね、ええ、シベリア出兵の時に彼が書いた公文書って見たことない。あまあ一応内田の名前のものはあるんですけど、で例えば公電ってタイプ1なんですよね、うん、電信なんで、そうですね、で公信っていうのは手紙なんで直筆なんですよね、うん、で公電っていうのはあの誰かがあの上司の名前で使ってやるってことあるんで、はい、まあ、 あの本人がどこまでやったかってわからない面もあるんですけど、公信っていうのはまあずっとその人の字見てたら、ああ本人が書いたなってわかるじゃないですか。ない、うん、で外交官っていうのはあの本省の訓令絶対じゃないですか、うんうん、だからあの自分は最終的には従う前提で、私はカクカクシカジカの意見を持っておりますがどうですかと、でそんなストレートな言い方したくない時には、あの現地ではこういうふうに報道されてますけれども、それだけお伝えします、うん、つまりこれ俺の意見だけど本性を考えて直して考え直してくれないかみたいな、ある種の外交文書文学みたいなのがあるんですよね、うんうんうん、でそういうので残るわけですけれども、うん、で
もう今それなくなってるみたいですね。あでそれで言うとね、ちょっとまあ、公文書とは若干違うんですけど、その文書管理っていうところで思い出したんですけど、うん、これに書いた話なんですけど、例えば去年 の、 そのアメリカの大統領選挙の後に、そのドミニオン社のソフトを使って票 の、 その結果が不正に操作されたということを、うん、盛んに言われたわけですね。ところがそれ確認できなかったっていうんですけれども、あの時に意外と日本では宮脇淳さんが言ってたかな、でも他の人から言ってるのは聞いたことないんですけれども、うん、例えば今のその役所の、これ日本でもアメリカでもどこでも基本的にパソコン使っていると、うん、そうするとこれ一般企業でもそうですけど、少なくともある程度の規模の企業とそうですけども、必ずやっぱりそのログイン記録が残るだろうと、うん、いついつ誰々がログインして誰々が出たと、少なくとも誰々の名前で入って名前出たという記録はこれ全部残るはずと、ログが、うん、でそうすると例えば票の不正改ざんをしたんであれば、当然そのコンピューターに入る権限を持っている人間というのは限られているわけで、うん、その誰の名前で改ざんしたときにアクセスが誰がして何時に入って何時に出た、その時に不正の動きがあったんだとすれば、そのアクセス記録を全部一緒にして公開すれば、ほらここでこの人帰ったはずなのに、例えば次長が帰ったはずなのに次長の名前でアクセスしてやってますよね、おかしいですよね、だからここの表の動きは変ですよって言えるのに、なんでアクセス開示を求めないんだと、あるいは開示したら一発で分かるじゃないかと、うん、要するに文書の記録ってそういうことなんですよ。で一点は文書 の、 その扱い方ということを考えていれば、その瞬間に、まあ、もちろん票の数え間違いだったり、ちんけなその票の操作はゼロだとは言わないですよ。だけど不正投票だなんだかんだって言って、そのドミニオンで操作したんだというんであれば、じゃあコンピューターの今風の文書管理のあり方でコンピューターのアクセスはこうでしょって言えば済むわけじゃないですか。だからやっぱりそういうところで文書をきちんと管理するという発想があれば、その時点であの議論はおかしいよねっていうことが一瞬で瞬殺できたはずなんですよね。で私は内藤先生は、歴史が歴史屋さんで、文書文書を扱うのがもう体に染み付いてますから、資料等級とか資料価値とか、そういうものがまず本能的に出ますけど、フランクフルトの銃撃戦、徳岡さんドイツ在住15年なんで、ドイツでその報道されてるのはされてません終了ですけど、じゃあもうそれ報道ベースなんで一位資料じゃないにしても、じゃあ実際にどういうふうに証拠として資料等級が高いもので確定できるかっていうと、じゃあなんとシドニー・パウエルでしたっけ、あの弁護士が当時記者会見で言ってたことと法廷で言ったこと、どっちが信憑性あるかって、これ資料等級って概念が分かってたら、もう1秒もかからずにもう法廷で言ったことの方が本当に決まってるわけですよ、当たり前の話で。逆にそこの部分をつまみ食いにしたっていうのは実はキュアノンなんですよね、でキュアノンの Q ってのはこれはやっぱり情報に対するアクセス権限が、例えばコンフィデンシャルとかシークレットとかいろいろあるわけですけれども、その中で Q というのがその一番ごく限られた人だけがアクセスできる情報と、でそういったごく限られた機密情報にアクセスする権限をライセンスを持った人間がアノンというのはアノニマスで匿名で流した情報だから信憑性があるよって、そこをちょっとつまみ食いすると、そういうその知識がない人はそれだけでなんかこう信用しちゃうんですけど、じゃあそもそもそのライセンス Q を持ってる人っていうのが、じゃあ具体的にどのポジションの人なのかっていうことは、これは ある程度およそ想像がつくわけですよね、その公開はされてないにしてもおよそ想像がつくし、じゃあその人たちがどういう形でそのコンピューターにアクセスしているかって、この時間に例えばその質問して議会に出てる時にですよ、そういう書き込みがあればそれは明らかに違うでしょっていう、そういうところからもその文書管理のシステムっていうことをちゃんと分かっていれば、もうその時点でいやそれはダメだよねという、少なくとも物理的にありえないよねっていうことがいくらでも言えるわけで、やっぱりそういう意味でもこれは旧国のっていうのは何、日本だけじゃなくて世の中を救うためのアーカイブってやっぱり必要なんだよねっていう、社会を維持するためにやっぱりアーカイブって必要なんですよ。で今この偉そうなことは知ってますけど、昔はもう中学時代宇野正美愛読書でしたから、それがいいんですよ。でなんで宇野正美が偽物かっていうことを分かったかっていうと、決定的なのは彼ってロックフェラーがユダヤだって言ってるんですよね、ロックフェラーというユダヤが世界を支配してるって、もう笑い物じゃないですか。真渕さんさすがにそれは言わなくなって、でちょっとだけ手が込んでますけどでも言わなくなってってのがなんかいいですよねちなみに真渕さんの言い方っていうのは前編、本当の前編の続きですけど、もうずっと聞いてたんですけど、だから延々聞いててさすがに我慢できなくなって15分ぐらいででそれですいません、なんでロックフェラーがユダヤなんですかって言ったら、スピーチでグローバル化という言葉を使ったって、もうそれもういいやみたいな、それでなんで宇野正美
から出す宇野ができたかっていうと、うん、そのあのユダヤはロックフェラーはユダヤじゃないと、じゃあロックフェラーはユダヤじゃないっていうことを知る方法っていくらでもあると思うんですよね、うん、概説書を読むであるとか、あるいはその専門的な訓練を受けるであるとか、で専門的な訓練なんて受け普通の人間できないけれども、うん、やっぱりあの幅広い本筋の教養、うんうん、もうその道の専門家の常識を知るっていうことで、その道の専門家の常識を知ってると、じゃあこの専門家はどういう方法論でその常識を知ったんだろうっていうことを興味あって、うんうん、その方法論の一つが、あ、まあ一つというか根底がアーカイブなんですよね。じゃあそのアーカイブの一つがあの資料批判とか、あるいはその資料等級見るとか、うんうんうん、一体まあ伝来の素因っていうんですけど、その資料が一体どういうふうに発生して今こう目の前にあるんだろう、うん、っていうことを、まあ、心眼鑑定ですよ、うん、そうですよね。だから心眼骨董品のごとく心眼鑑定をしないと偽情報騙されちゃうんですよね、うん、だから、まあ、この本なんかね、倉野先生の本もそうですけども、まあ、あの基本的に一般書なんで、あの中央層のきっちり必ずしもつけてないっていう、つけられないですよ、うん、っていうのはこれよくあの、まあ、最近電子書籍になってきたんで、うん、中央層全部フル装備でつけろっていうあのご意見をいただくことあるんですけれども、あのもちろんそれはあの再三度外視すればできます、うん、まず少なくともその本の大体1割から15%ぐらいがその中のページになるし、うん、その中のチェックをするその時間とかそういうコストがやっぱりものすごいかかるので、うん、多分値段的には倍になります、うん、そうすると それで出版社乗ってくれないんで、一般社ではなかなかそれはある程度その割愛してくれということですが、うん、まあ、ただあのこちらなんかではあの一応各側としてはそのデータとしては持ってますけれども、うん、ただいわゆる専門書だとか学術書だとかっていうものは我々読むときどういうふうに読むかっていうと、まあやっぱり確かにその血をつけろっていう人はそういう訓練を受けた人だと思うんですが、最初にやっぱり中読むんですよね。私中から読みますね。そうですよ、いきなり中のうち G に平和辞典とは失神しましたよ、うん、でいや誰とは言いませんけど、そうそう、 なんでジーニアスから始まるんだろうと、レリジエンスという言葉の意味あって、いや誰とは言ってませんよ。いやいやいや、それだったらね、ちょっと OED かなんか持ってくれば多分話は別なんでしょうけど、うん、あのだから例えばその文書 のやっぱりその質といいますか、それを見るときに例えば根拠はどこかってやっぱ常に問われちゃうじゃないですか、うん、その意味ではやっぱりこれ外政書なんで、うん、あのこっからやっぱりそのいろいろアクセスして皆さんでやっぱ深掘りしていっていただきたいというところではあるんですけれども、うん、ただやっぱりそういうですね、あの資料等級だとか、うん、そのどこまでその遡ってやるかっていうこと、まあ、程度問題はあるんですけれども、ね、やっぱりあれですよね、根拠をきちんとっていうようなことになってくると、やっぱりいろんなその根拠を整える体制っていうのは、また戻っちゃいますけど、アーカイブになるしね、うん、そうなんですよね。いや私自分の本のレベルっていうのは常に意識してて、うん、大学の授業で専門外のことを持たされた時に、あの その道で生きていくわけじゃない人に分かりやすくっていう、うんうん、そうですよね、ことなんですよね。まあ、この本なんかは自分の専門の前提みたいなことを、あの近代史、日本近代史以外の人にもいろんな例を使ってあの分からせるみたいな本ですけれども、うんうん、じゃあ私本当に中つけた本書こうと思ったら一生に一冊ですね。まあ、だからそれこそあの博士論文だったり、うん、あのまあ修論博論、うん、あるいはまあ短いものであればあの本でなくても、例えばあの 4,50 枚の論文でという、うん、それこそ昭和12年間の論文なんかって、まあ、10年に1回は中つきの論文書いてますけ ますけども、多分それはあの生産性という、要するに本数を量産するという意味での生産性は非常にやっぱり困難になりますから、うん、なかなか一般書に中付けろっていうんだったら昭和12年学会で中付きの論文読んでください、うん、ご感想お待ちしてますって感じですかね。まあ、あのそれ言っちゃうとね、Q アノンをどこに発表するのかって言ってくるんで、いやじゃあ冗談抜きで一般書で中付けろっていう人は、じゃあ中付きの論文読んでよっていう、うん、いやそういう場じゃないからって、そうなんですよね。だから、まあ、あのその辺はちょっとなかなかあのご意見をいただくんですけれども、いや申し訳ないけれども、一般書で中つけないのはプロレスの試合で相手に怪我させちゃいけないのと一緒まあただね、一つ変わってくるかなと思ったのは、今回のこの本なんかだと、あのネットで、出ていた、あのいわゆるネットニュースなんかを割とこう引用してますから、それは URL 貼ったりなんかしてるんで、そうすると多分電子版なんかだと飛べるようになるんじゃないのかなと、うんうん、で今後おそらくネット上のアーカイブで、例えば法令の文書だとかなんとかって引いてくるってことになると、うん、電子書籍がある程度多くなってくると、その URL を貼っとくと、うん、あの一次資料にこうパッとこう飛べるっていうふうなことが、多分技術がいろいろとか環境変わってくれば出てくるのかなという気も作りながら思ってたんですけどね、うんうん、ということで、はい、まあ読者はわがままってことでどこまで答えるかは、まあ、著者としては ね悩みどころでございますけど、でもまあ、あのその前提としてやっぱり資料とは何かっていうんで、うん、やっぱりこれは旧国のアーカイブをぜひ、まあ、お手元に、ね、ついでにおまけに何をおっしゃいますかみたいな
ということで、またよろしくお願いします。どうも。